はい、でも結局で付けますね。ウィニングポスト9、2021続きやっていきましょう。1995年8月の5週からナイトスペシャル引き継ぎありでやってます。お守り使用禁止でやってます。さあ8月の5週、今週はキングベルやね。まあこれはそこそこと、あとはアンバレラがデビュー、まあどうでしょうかね。ソジクスからね。さあ、キングベル、まあメンバー的にも大丈夫でしょう。これは短い直線に入って後続は届くかどうか。これはいけるやろ。先頭外からキングベル、ここで先頭変わりました。先頭はキングベル、スピードエアありますからね。はい、まあここは余裕と。キングベル見事一番人気に応えました。きっちり決めてくれましたね。はい、オッケー。さあアンバレラ微妙ね。まあファイトガリバーは強いんですが、ネクスト3着か。さあ9月、キングリリー、これパーないやつね。お、どれだ。印丸、柵越え来ましたね。印丸か。印丸、ちょっとこれ印つけとこうか。イージーゴアね。じゃあなんか使っとく、ちょっと使っとこうか。スピード大事。じゃあちょっと使っときますかね。はい、オッケー。他どうやったっけ。あー、ディライトか。ディライトいいね。あ、タニノもいいっすね。まあとりあえずこの印丸やね。はい、楽しみと。スーパークイーン、そしてディライト、スプリンターズステークス、あとはオッケーか。じゃあちょっと10月の1週まで進めますか。クイーンは大丈夫でしょう。いや一応見るか。9月の3週いこう。ニュートリノ、そしてクイーン、騎手は完璧。さあニュートリノ、ここはどうだ。 OK、 勝ちと。さあそしてクイーン、大丈夫かな。さあいよいよ直線の攻防。クイーン先頭、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。まあどんだけ離せるか。先頭です。このまま押し切るか。2番手は気迫完璧です。うん、まあまあかな。強さを見せました。2着はウィンドプロダブル、3着に気迫、これは桁外れの強さだ。クイーン、まあスピード気になりますね。石灰戦はいかないっす。キングリリー、クイーン、1400から2400か。使いやすいね。まあ牝馬参加も狙えると。よし、次はディライトのスプリンターズステークスいきましょう。
さあディライト、スプリンターズスティックス、電撃戦をメンバーどうすかね。小さな巨人、おビーコーペガサス、この夏最大のエイシンワシントン、ディライト、こんな感じです。まあ、ある程度はやれますね、ディライトは。リリーとベルン。リリー。リリーきついよね。ベルン、まあ、そうやね。まあ、ここ使う人ないっすけどね。1400から2500。まあちょっとこっち行ってみようかな。確認したいですね。はい、それで行きましょう。あとは OK。 ニュートリノ、まあ適当に放牧出しつつ、まあこの辺はもうお任せで、はい、これで投資、ディライト投資使っとく。使っとこうか。さあスプリンターズステークス一番人気、あソーファクチュアルか。海外の陣は一つやったかな、二つくらい取っとったかな。まあ取ってますね。ソーファクチュアルが強いかもっすね、これ。はい、ダイジェスト。さあ、直線に入りました。これからの勝負、日曜王者。ああ、どうだこれ。粘れるかこれ。ああ、大丈夫か。ああ、でもやっぱり、ソーファクチュアル来ましたね。OK。とりあえず勝ち。国内スプリント界の頂点に立ちました。よし、頂点に立ちました。キングベルン、そしてクイーンと。キングベルン2番人気どうかな。ダイジェスト4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあどうだ。西のサンデー先頭、リードは2馬身から3馬身、筑波新聞。ああちょっと苦しいこれ。悪くありません。前を捉えられる。最後グッと来るやろ。残り200メートル、先頭は変わってブリリアントハット。かわせるやろ。ではキングベルン、ブリリアントハット。マジか。ブリリアントハット1着、2着にはどうやらキングベルン、3着にマウンテンストーン、1番人気に応えましたブリリアントハット、見事です。ちょっとコメント聞こう。はい、 OK。 さあそしてクイーン2番人気か。大鳥ウォール、いやここは頼むよ。はい、ダイジェスト4コーナーをカーブして、さあこれからです。スピッチフーズ先頭、外からファビュラスラフィン、大鳥ウォール、まだ後ろ、懸命に前を追っています。ファビュラスラフィン、スピッチフーズ先頭、スピッチフーズ先頭、スピッチフーズ先頭だ。スピッチフーズ3着か。2着にはどうやらファビュラスラフィン、見事に勝ちました。スピッチフーズ、大鳥ウォール敗れました。これは掲示板までです。まあ、2022年バッテリー少ない、じゃあ充電しながら行こう。2022が出たらね、またファビュラスラフィンは使いたいなと思います。
さあ、キングアンバレラ、キングリリー、この辺は微妙と。次はクイーン、まあ、クイーンはそれでいい、まあ、ちょっとお任せでいこう。まあ、ディライトの天皇賞秋みたいっすね。 あとベルンか、ベルンが、ベルンどうすかな。まあ朝日杯使って、一応ホープフルも言っときましょう。スピード A ありますからね、まあ、ある程度いける。精神は F か。アンバレラ勝ちました。でキングリリー、はい、ここは勝ちと。4周はスーパー、まあ乗ってくれないですね。で、印丸使っとこう。はい、OK。さあ、ディライト行こう。成田プライアンね。はい、来た、シャドロの怪物。うわー、強いな。確かな先行力。ディライト頑張れ。お、マホガニー、やっぱ強いね。まあ安定してますね。さあディライト一番人気か。まあ成田プライアンね、まあ燃えてないんですが、まあ普通に強いっすからね。もうそんな関係ないからね。はい、ダイジェスト。どうだこれ、ワンチャンあるか。まあでもディライトも来てる。ディライトどうこれ、もう一伸びいけるかこれ。ディライト、あ、惜しい。2着はディライト、3着にジェニー。ライバル同士、まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのは成田ブライアン。まあ、ディライト結構強いんですけどね。まあでもね、こんな感じはね、使ってて楽しいんですよ。なんか虹札とかさ、まあ、金札の強いやつとかに勝てるかなくらいのね、この感じで、その銀札の強いところに、まあ、勝てるか負けるかみたいな。ベルン、そしてニュートリノ。銀札の強いのは本当強いですからね。次はマイルチャンピオンいきます。まあ、飛ばそう。3周。クイーン、そしてディライト。これが引退レースになるかも。うわー、トロットサンダーか、無理じゃない。サマースプリント制覇、ちょっと厳しいんじゃない、トロットサンダーは。いや、ディライトならやれる。
ちょっととりあえず投手使っとこう。はい、これでいきましょう。能力はこんな感じで、この後なんですが、まあ引退っすかね。まあもう1年いけそうだったらいきます。まあちょっともうがっつり休み出しとこう。はい、これでいいっす。あとはクイーンで、スーパー勝ってましたね。スーパー、まあ適当に放牧挟みつつ、ベルン OK、 あとリリー、ニュートリノ、はい、まあこの辺も適当に放牧出して、ニュートリノはね、まあこれは引退でいいっすね。もう3歳になったら引退。これもやね。さあクイーン2番人気どうかな。あ、勝ったか。クイーン勝ちました。一番人気はディライト。まあ、トロットサンダーが怖いっすね。あとはまあいけるかな。まあ藤野マッケオとかね、AC ワシントンとかツインターボとか、まあいろいろいるんですけどね。はい、ダイジェスト。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ディライト、どうだ。ディライト粘ってる。いい走り、いい走り。強いね。圧倒的質ね。2着トロットサンダー来ましたね。よし、これは強かった。まあ菱アマゾンに勝ってますからね、1600で。よし、やるやん。まあさすが日本プロウィーナーの子っていう感じですかね。うん、これはまあ面白かったですね、使っててね。ちょっともう今年で引退みたいな感じなんですが。さあ11月の4週、次確認したいのはまあベルンですね。ベルンの朝日杯12月3週まで行きましょう。あ、その前に印丸。で、12月の3週まで進めます。はい、ベルン行こう。あー、バブルガムフェロー強いっすね。まあなんとか踏ん張ってほしいけど、調子落ちてるか。あー、クイーン、あれか、エアグループ負けたんか。まあそれしゃあないね。ベルン、まあ使っとくか。
まあ、この後ね、ホープフルも行くので、あとは OK か。まあ、ちょっとセール覗きますか。今年はね、まあ、最強牝馬いますよ。シーキングザパール。まあ、これもむちゃくちゃ使いやすいですからね。繁殖牝馬で。まあ、シーキングザパール自体も強いんですが、あとはまあこの辺もいいね。ブロードアピールとかも。ブラックホークとかね。まあ短いところ走らせるって感じで。まあブロードアピール2022ちょっと繁殖牝馬使ってもいいね。ああ、銅札もなかなかいいね。はい。戻りましょう。まあでも2022はさ、引き継ぎなし、まあ最初やるんですが、1976年なので、いつもはね、結構金カツカツなんですよ。あのスーパークリック買うところとか、この辺のシーキングザパール買って、次、またね、まあ目玉が並ぶんすよ。そこで一気に金減るんですが、まあその辺の余裕ありますよね。よし、行きましょう。ただこれバムガムヘロン勝てるかな。さあ直線に入りました。これからの勝負、ゼネラリスト先頭。さあどうだ。ぐんぐんとバブルガムヘロン。さあうちぐんぐん来てる。1馬身から2馬身のリード、残り200メートル。いやー届くこれ。バブルガムヘロン。2番手はキングベル。うわー届かんか。差を広げるバブルガムヘロン。強い強いバブルガムヘロン。圧勝ゴールイン。やっぱ強かったですね。着にゼネラリスト見事に勝ちました。バブルガムフェロー、もうバブルガムフェローの何がいいって、3歳でやっぱ天皇賞秋を取ってる、やっぱこれっすよね。あ違うね、まあ、当時の数え方だと4歳か、4歳で取ってる。やっぱ強いな。無敗でしたね。ベルン、ホープフルはどうなん。あ、フサチコンコルトとかもね、まあ強いんですが、ダンスザークか。まあでもいいメンバー揃ってますね。なるほど。95年終わらせるか。ちょっとね、時間結構来てるので迷ったんですが、終わらせちゃいます。はい、ダイジェスト。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キングベル先頭、残り 200m を通過して踏ん張れるか。キングベル2番手はダンスインザダーク。よし、 OK、 いいね、勝ちました。強いキングベル、圧勝ゴールイン。2着はダンスインザダーク、3着にロイヤルタッチ。あ、ロイヤルタッチね。ベルンよくやった。を寄せ付けない圧倒的な強さです。はい、クレアの子。表彰式は行きます。はい、今年はこんな感じ。まあディライトが頑張ってくれましたね。そしてベルン。ああ、成田ブライアン、さすがやな。はい、オッケー。アキコバ3冠の成田ブライアンね。いや、天皇賞秋、まあ、頑張ったんですけどね、ディライト。
お、滋賀どうなん？強い、圧倒的。サンダーガルチェ、ラムタラマ、さすがっすね。圧倒的っすね。手続きします。はい、キングスーパーはこれから。お、ディライトいいじゃん。もう一円いきましょうよ。朝日ブースターウィル、まあ朝日ブースター、まあ楽しみですね。お、統計2世、統計2世どうやった？つえ相変わらずですね。はい、富士奇跡ね。はい、何も買わないです。繁殖牝馬どうしますかね。まあとりあえずキングなんちゃらはね、残したいんですよ。まあエクレアテストが、まあ、自家製産馬ですね、は残したいので、まあここ売るか。はい、これでいきましょう。中央馬売却しないです。違う、しない。中距離で騎手、あ、福永ジョッキー来ましたね。あ、和田ジョッキーも来た。さあちょっとチェックしていきましょう。多いっすね。まずはこいつ、ダート早め、そしてカッパギ20丸、これは期待できる。あー、これはもう微妙っすね。売却です。遅めでカッパギ丸か、まあまあっすね。はい、まあ早熟なんですが残します。ディライト、芝中距離大物、はい残す。でハイクレア、早めでカッパギ丸か、まあまあっていう感じっすね。これも遅め、印なし。まあこれはね、牝馬なんですが売却でいきます。まあちょっと絞りたいので、早めでカッパギ印なし、まあスピードない感じっすね。遅め、印なし。まあ別に悪くはないですけどね、この辺も。まあただちょっと絞りたいので、これでいくか。やっぱイージーゴアの子使いたい。まあとりあえずキッチンと印丸。まあここいれば大丈夫ですね。で、牝馬。まあこれがディライト並みの活躍してくれればね。まあちょっと操縦なんで分かんないですね。スピードあればいいですけどね。はい、設定終わりました。キングゴア、そしてキングイージー、こいつが超ものっすね。でこれはまあ自動でいきます。でディライト再び。明けましておめでとうございます。K
1996年もよろしくお願いします。1996年スタート。はい、これはいいライバルですね。まあ、結婚はいいです。で、ここから、まあ、またローテとかね、決めときます。ね、キング号は超重じゃない。まあ、期待はできるんですが、超重なこのキングイージーですね。で、3歳、どうするか。まあ、クイーンはね、もちろん、これは残します。ベルン、まあ、これは頑張ってもらいましょう。そうやね。まあこれもうちょっと使ってもいいんすけどね。まあ右苦手と。まあでもいいかな。はい、引退で。あとはリリー。まあこれも引退します。はい、リリー引退。リリースピードはなんかそこそこありそうですけどね。ニュートリノ。はい、まあこれも引退。これで OK ですかね。まあ2歳はね、結構レベル高そうなので、楽しみっすね。まああとはベルね。まあ海外、まあ海外は行かないですかね。まあとりあえず皐月賞、ダービー。まあその辺は、行きましょう。チャンスあると思いますよ、これは。はい、ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。